こんばんは、入山明子です。8月24日火曜日、入山明子のつれづれ日記。今日も暑い一日でした。皆様お元気でお過ごしですかもう、外に出ると、ちょっと動くと汗が出る。まだまだ残暑が厳しい毎日です。熱中症対策も感染対策に合わせてご注意ください。えー、コロナウイルスのワクチン、 同なさる方はあのこの夏、えー、血栓を起こすというそんな副作用もあると聞きますのでなるべく水分を取りながら、えー、熱発すると体の水分も抜けていきますので、えー、ぜひぜひ心して水分を補給するように努めてくださると嬉しいですそれでは昨日の Facebook にお返事を返したいと思います一番のりは笠原さんでした お疲れ様でした。おやすみなさい。とあります。ありがとうございます。小田切隆夫さんです。お疲れ様です。もうすぐ新曲発売ですね。ジャケット写真や PV の公開も間もなくでしょうか。お楽しみがいっぱいです。とあります。沖島晴美さんです。秋子さん、こんばんは。いつも元気な声ですが、今日は特別に元気いっぱいの声に聞こえました。お疲れ様でした。明日も元気に笑顔で舞い上がれますように。新曲、人生七曲がり。 ギリと情けと愛を乗せて高く舞い上がれますように願っておやすみなさいとあります。嬉しいです。えー、マネラママさんです。気をつけてくださいと書いてくださいました。本当そうですね。動くことが多いので気をつけながら。ママさんも気をつけてくださいね。元気でいてくださいね。金崎真キ子さんです。ア子さんこんばんは。お疲れ様でした。本当に新曲発売待ち遠しいですね。コロナ コロナ禍拡大や豪雨いろんなことが起こり大変ですねでも何事にも負けず高く舞い上がってくださいお体には気をつけてご活躍し,してくださいねおやすみなさいとありますありがとうございます加藤敦子さんですあ秋こさんこんばんは歌の手帳の取材お疲れ様でした明日も元気に笑顔の一日になりますようにおやすみなさいコアラちゃん寝ています 加藤兼久さん、あきこさん、こんばんは。歌の手帳を取材、お疲れ様でした。早く CD を手にしたいです。明日もいい一日となりますように、おやすみなさい。えきなかさん、お疲れ様でした。くまちゃんでしょうかね。もう寝る支度を整えています。中垣さん、こんばんは。美しい景色ですね。きれいですね。お疲れ様でした。コロナに気をつけてくださいませ。おやすみなさい。またなーとあります。 えー、柴谷とみこさんです愛子さんズレズレ日記ちゃんこんばんは新曲人生の穴曲がりぎりと情けた愛をのせてに一生懸命毎日頑張ってるる愛子ちゃん私たちは皆さんの耳に届くように頑張って地元のラジオ放送局や FM チャッピーにどんどんリクエストを猫ちゃんがスマホをいじってますね本当なんですよねリクエストいただくと本当にあのねどなたかがどこかで聞いてくださるというそんな願いが夢が広がりますので ぜひ皆様、リクエスト、応援、よろしくお願いします。おやすみ、月に笑う、超、グッドナイトとあります、えー。菅野さんですよ、お疲れ様です。おやすみなさい。星福介さんも、グッドと書いてくださいました。松崎聖子さん、お疲れ様でした。もうすぐ新曲発売ですね。どんな歌でしょうか。早く聴きたいです。とあります。えー、松崎さんにもぜひね、聴いていただきたいです。 満月るおさん、こちゃん今日は定地区へ月刊歌の手帳、取材、山崎さんからの取材お疲れ様でした。以前は定地区原宿、今の家の近く、今は芝公園の近くで東京タワーがよく見える場なのですね。私も一度和久井社長の事務所へ行ったことありました。新曲のポスターまたよろしくお願いします。おやすみなさいとあります。うーん、かわいいですね。うさちゃんと猫ちゃんのスタンプもくださいました。 え山崎博恵さんからです。昨日取材で、ね、お世話になりました。本日はありがとうございましたとあります。こちらこそありがとうございました。なんかあの話してるといつも元気になりすぎちゃうんですけれども、テンションアップです。ありがとうございました。金崎芳恵さんです。こんばんは、秋子さん。週明けから今日も忙しく過ごされましたね。お疲れ様でした。良い夢を見ておやすみなさいとあります。ありがとうございます。 森康代さん、こんばんは。今日はまた一段と弾んだ声に聞こえます。嬉しい取材でしたね。発売日が楽しみです。お疲れ様でした。おやすみなさいとあります。野崎正志さんです。人生七曲がりの PV は何時いつ頃見られるんだろう。早く見たいな。ポスターも見たいなとあります。もうちょっとだと思いますが、もう少々お待ちくださいね。 西山秀子さんです。あきこさんこんばんは。自分の思いをひろやさんに聞いてもらえて本当に晴れ晴れとされた様子。良かったですね。新曲のデビューが待ち遠しいです。あきこさんを見習っていいことだけを考えるようにします。お疲れ様でした。おやすみなさい。本当にね私もあのさだまさしさんのね詩の中でいいことだけを明日に持って行こうというのを聞いて初めて聞いてボロボロっと涙が出たのを覚えてましてそれから大好きな曲になっています。 残したい花について岩崎ひろみさんもね歌われています富田さんです東京タワーを左に長州のマドンナと書いてくださいましたありがとうございます山下まさみさんです秋子さんこんばんはどのような内容になっているのか歌の手帳を楽しみにしていますぜひご覧くださいねよろしくお願いします長塚まさひこさんです秋子さんお疲れ様そうそう明日にはいいことだけ持っていきましょう 明日もいやもう2時今日ですね素敵な一日になりますようにまー、あ、さんまー、あ、さんお元気ですかねあの痛みはどうでしょうかねもう少しずつでも良くなって早く元気にお会いできる日を楽しみにしてますね海外からも蝶のグッドナイトというね、えー、画像いただきました相馬さんですおはようございます朝早くからすみません ご苦労様でした。今週もよろしくお願いします。とあります。こちらこそよろしくお願いします。池田さんです。おはようございます。楽しい一日をお過ごしください。とあります。さあ、そして、今朝はですね、えー、ちょっと早起きをしまして、えー、講習に行ってまいりましたよ。何の講習だかって書いてありますけど、あの、秘密の講習を受けてまいりました。さあ、それでは、一番乗り、森康代さんです。頑張って眠らないように。ちょっとほん 本当に眠かったんですけど、前から4番目で到底眠れる場所ではありませんでした。えー、小田切隆雄さんもありがとうございます。可愛い,い女の子が大はしゃぎしてますけれども。<laughs> 加藤兼下さん、おはようございます。きこさん、講習頑張ってください。ありがとうございます。奥島晴美さんもフレーフレーでね、ボンボン振ってくれています、動物たちが。 笠原茂人さん、おはようございます。講習の日、あなたが講師では笑い。がっつりの講習会を頑張ってください。とあります。加藤敦子さん、秋子さん、おはようございます。講習頑張ってくださいね。古浜さんも頑張ってください。とあります。深田正美さんも、そう、キューーと、えー、ありがとうございます。直江先生が、フレーフレー、熊さんからしてくれてますね。ありがとうございます。林田和弘さん、頑張れとあります。嬉しいです。 内山さんも可愛い。ウサちゃんがボンボン振ってます。ありがとうございます。西山秀子さんおはようございます。頑張ってくださいね。と嬉しいです。野崎さん、何の講習か知らないけど頑張ってください。はい、ありがとうございます。ね。長塚雅彦さん、今日さんおはようございます。あきこさん、素敵すぎ。今日も素敵な1日になりますように。ま3、あ、とあります。 かわいい猫ちゃんがハートを加えてる。なんか口の前にしてますね。えー、まあ、さんも元気でお過ごしくださいね。夜よく眠れるといいんですが。中垣さん、おはようございます。素敵ですね。新曲おめでとうございます。素晴らしいですね。コロナに気をつけてくださいませ。またあなーとあります。金崎真紀子さんです。うさちゃんが、えー、天使になってますね。ハートを出しています。山下まさみさんパル、パネル展開催おめでとうございます。 さすがに今の状況では東京までは行けないので見れなくて残念ですが山口でも開催してもらえると嬉しいです。本当ですよね。山口でも何かそういうあのパネル展などできるといいですね。森澤さんです。入山さん皆さんこんにちは。勉強と講習お疲れ様です。五番街さんでのパネル展楽しみにしています。元気に笑顔でご活躍ください。ありがとうございます。えー、こんにちはとブラジルからもね。 えー、メッセージいただきましたおなぶたさんです鋼マドンナあきちゃん講習免許証の書き換え会視力大丈夫どうせまたこっくり吸いまして寝てるかな寝れなかったんです前から4列目でね、えー、おなぶたさんありがとうございます相馬さんこんにちは頑張ってくださいね金地区さん地元の CD ショップで探してみます嬉しいです藤岡さん今日も綺麗ですありまありがとうございます満月てるおさん 東部5番街さんでパネル展嬉しいですね。楽しみに行きますね。講習会勉強タイムどんなこと講習するのですか。頑張ってくださいね。とあります。林田幸子さんもボンボンを持って猫、えーね、ちゃんが応援してくれてます。牧野昭光さんです。昭、え、子、ー、さんお疲れ様です。5番街でパネルありがたいです。楽しみです。頑張ってゲットしますよ。わははーと書いてくださいました。明るいです。あきみつさん。昨日、 18時に解禁になりました情報です。えー、東武百貨店池袋駅の上のビルになりますけれども、そこの7階にあります五番街さんで、なんと入山駅のパネル展を開催してくださることになりました。えー、お写真を、あの、飾って、その好きなものをサインを入れて皆様に差し上げるという企画だそうです。初めて参加させていただきますので、とても楽しみにしています。そして、 えー、今月あと3日後ですが8月の27日 YouTube のライブで、えー、初の皆様に見ていただく方が多いと思います、えー、人生七曲りと義理と情けと愛を乗せて歌わせていただきますでそれをご覧いただくのはもうあのどなたでもご覧いただけるようになっていますそしてその歌唱が終わった後は、えー、今 ご注文を受けさせていただいております。その CD を、えー、ご購入いただいた方にサイン会をさせていただきます。お名前を呼びながらお名前を書きますので、ぜひこちらお申し込みください。で、お申し込みの方法が少しあの、むか、難しくてわからないっていう方がたくさんいらっしゃいます。ぜひ、お名前と枚数と3種類タイプが選べるようになってます。 CD と DVD 付きの2枚セットにはクリアファイルが付きます。えー、それが2900円。それから DVD 付きの CD2 枚セットが1550円。それから普通のノーマルの CD が1350円。この3種類、どちらが欲しいか、何セット何枚欲しいかというのをお書きいただいて、 えー、講演会の方はお名前だけで結構です。えー、講演会以外の方はお名前と連絡先をぜひ、えー、入山明子の、えー、メールアドレスか、事務所のファックスにそちらをご注文ください。えー、注文はあさっての午前中10時まで受けたまわりたいと思います。えー、そちらで購入をくださると一括して、えー、こちらから えー、注文してそして皆様に名前を書いてその色紙を差し上げたいと思いますので是非よろしくお願いしますさあそしてえ義、ー、理と情けと愛を乗せて物流業の皆様ドライバーの皆様走り続ける方ずっと頑張っているそんな皆様に書いた応援歌発売記念としまして、えー、鋼千段入山明子コラボの企画を スマホケースで実現いたしました。こちらもぜひかっこいいスマホケースができましたので、えー、ご注文がいただけると嬉しいです。そして皆様には入山明子の書いた龍そして蝶それから皆様がお好きな写真、えー、それはもう皆様がこの写真を使ってというものを送っていただけましたらオリジナルの一つだけ世の中に一つだけのものをデザインをして そちらを皆様に、えー、お届けします。お名前も入りますので、ぜひ入山っ子のお店覗いてみてくださいね。それではまた明日元気にお会いいたしましょう。おやすみなさい。